俺なんぞを切ったところでお天道様を埋めちゃくれねえ。おめえが今まで付き合った。うるさい。あ、ごめんごめん。いや、道義。帰っちゃうかと思って。お疲れ。お疲れ。あ、里市カッチンが遠くすぎて名場面。ガセクソ臭い。臭い。シンってさ、気配の感じ方と色気が半端ないんだよね。こう、クーって仕草見放題なあ。でも色気なら雷蔵様だけどね。やっぱ大菩薩峠なあ。雷蔵は美しすぎるんだよね。だからいいんじゃん。どうも。わかんねえ。にしてはいつも一緒に見てくれんじゃん。ミート版は時代劇が見たいってより私たちと一緒にいたいんだよね。黙れ。え、何読んでんの？時かけ。へえ、時かけって小説もあるんだ。小説が原作だから。 SF 知らんもん。 SF も読もうぜ。私たちで映画作ろう。映画部の毒され青春キラキラムービーなんか葬り去るぐらいの傑作時代劇を作ろう。この夏の間だけみんなの青春私にちょうだい。タイムマシン。銀太郎はそっちにいちゃいけない人間だから。曖昧な、俺が絶対この映画を未来に残してみせます。映画撮るんだよ。